南部未公は、鎌倉時代中期の御家人。南部市二大当主。南部高校の次男として誕生。上級三年の上級の乱では、武田信光、小笠原町、清小山友長等と、北条康時の軍に加わり、宇治川で戦っている。資料における所見としては、家庭四年、四大将軍。 藤原頼常が上落した際に随病を務めたこと、県庁4年には新たな将軍として迎えられた、宗方親王の鶴岡八幡宮三景の具部人を、嫡男の時兼と共に務めたことが、あず鏡に記されている。この時代、すでに将軍は傀儡化して、権力を喪失しつつあり、権限は特層に集中していった。栄達を望む、御家人たちは、 陪イであるはずのおうち人として、特捜に禁じすることを望むようになった。未公も、その一人であり、柔軟な諸政術によって、権力を掌握していた、北条時りに接近していった。文王元年、鎌倉由比ヶ浜で的始めの儀式が催され、時より着難の自習が林間を担当した。この儀式で、未公は、 工藤光康や小笠原彦次郎と共に奉行として参加し、自習の脇を固めていた。校長三年の時折臨終の際には、美藤慶氏宿屋三則ら他の特捜悲観らと共に臨席し、時折の看病を行った。あず鏡のこれらの記述から、三甲は、おうち人に昇進して、幕府内に、総応の地位を築いていたこと。 時流に乗るのに長けていた人物であったことと考えられている。ありがとうございます。